すごい不安だろうなっていうふうに、就職氷河期じゃなかったら今はなかったなと、この人は取らないな、死なない限りは運がいいと。年功序列にしちゃうとやっぱり若い人がテンション下がるじゃないですか。どうもしゅんです。こんにちは。僕は今桜インターネットの東京の方にお邪魔させていただいてるんですけども、社長の田中さんです。よろしくお願いします。改めまして田中邦博と言います。18の頃に学生起業しまして、2007年に上場しました。今年で25年目の桜インターネットという会社を経営してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やりたいことや、まあ、ありたい姿を見つける上で、こういう風に見つけていったらやりやすいとかってもしあったら。やりたいことって消化器みたいなもんだっていう表現をするんですけども、はい、僕の人って消化器あ見たかいなと思って 見渡すとあったみたいな、そういう感じなんですよね。消化器見つけようと思うと家帰るまでにもう10個20個は絶対見つかるんですよね。もうやりたいことを探そうと思えば脳はやりたいことを探してくれるし、そう思わなければどんどん目に入ったりとか聞いたりしてもだいたい切り捨て開いていっちゃうので、バイアスを意識的に取るっていう努力と見ようとするっていう姿勢が大事っていう。さすがですね。うまく要約しましたね。こういう企業にもし、まあ、大学生だったら就職するとか、あったら教えていただきたいです。伸びてる会社に行きたいですよね。スタートアップが面白いのって月の成長率が 1000% とかね、そういうことがあるわけですよね。人間って売上の絶対額よりも相対額の方が成長させてくれるんですよ。伸び率の方がなんか楽しくなりますね。そうなんですよ。多くのケースでなぜ面白くないかで、面白くないっていう中にはチャレンジをさせてくれないとか、決まりががっちり決まっててで先輩の方が全部持ってってしまうとかって話もよく聞きますけども、ずっと伸びてる企業だとどん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 チャレンジしないと伸びないわけですよね。伸びてればやり方変えていかざるを得ないんで、変化っていうのも多いわけですし、だとするとやっぱりスタートアップの方が面白いっていうのは当然ですね。伸びてる会社以外の要素としてこういう企業今行くなっていうところが、やっぱり伸びるっていう話なんだけど、ただ企業が伸びてなくても市場が伸びてるって結構重要なんですよ、市場がバーッと増えてたら全員が勝てる可能性があるわけなんですよね、例えば自分が行きたいなと思ってる会社が売り上げビューッと下がってたとしても、市場が伸びてたとしたらやりようがあるわけですよね。むしろ会社自体は縮んでるけれども市場が伸びてるって会社で危機的に感じてるんであれば、すごい刺激的かもしれないですね。かつ市場伸びてたら自分自身が優秀でちゃんと実力つけたら、潰しが来やすいっていうところもあるかもしれないですね。そうですね。6月とか7月って3割の人がまだ内定出てないっていうようなデータもあって、行き詰まってるんですよね。すごい不安だろうなっていうふうに思ってます、そういった方々にメッセージ的なものをいただけたら嬉しいな。自分は素晴らしい、自分は何でもできるっていう自己肯定感、自己効力感、この2つをいかに高めるかってことだけなんですよね、この人は取らないなって思うのは運が悪そうな人なんだよね。運が悪そうな人、どういう人ですかそれは。何かっていうと、自分はこういうせいで何ができなかったみたいなね、例えば親のせいとか大学のせいとか友達のせいとか、自分をコントロールできないとやっぱりそういう境地に陥っちゃうんですよね。 できなかった時も自分の何々が原因だったんで、それはこういうふうに改善しようっていうふうに思えてたら、採用する側はこいつはなんかやれるなって思うわけですよね。自責な人ですね。そうですね。自責が唯一ダメなのは精神が病んだ時、精神病んじゃう時に自責になると本当にもうどん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 ネガティブフィードバックになっていくんで、自分がメンタルやられちゃってるなと思う時は自分を責めない方がいいんだと思うんですけども、自分を責める前にまずは自分はよくできるんだと、自分が運が良かったところを数えようと。例えばこんな大学にしか行けなかったって思うよりも、この大学に受かれたんだっていう風に良かった風に取っていくわけですよね。運の悪い人っていうのは運が悪かったエピソードばっかり言うし、運のいい人って運の良いエピソードばっかり言うんだけれども、死なない限りは運がいいと思った方が僕はいいと思うんですよね。なので全ての起こった過去のことを自分で運が悪かったと思うことを思い返してもらいたいんですよね。でそれを本当に運が悪かったのか、それを運が良かったと言い換えるならどういうことなんだろうかっていう風になるとすごくいいと思うんですよ。自己効力感が高い人ってやっぱり受かりやすいですし、物事起こったことを全て運が良かった切り口で自分を表現すると。なので僕とか就職氷河期なんですよね、98年卒業だから98年っていうのは一番底なんですよね。
僕はあのすごい景気良かったら起業せずに多分就職してたんだと思うんですよ、はい、でもあの今の方がだって一部上場企業の 社長だし、はい、生活も困らないし楽しくやってるわけですよね。あの時就職氷河期じゃなかったら今はなかったなと思うんで、ね、相当運がいいんですよ、うん、フィルター次第ってことですね。そうそう、自分の起こったことをどのように他の人に表現するか、うん、でそれを運がいい表現をするのか運が悪い表現するのかっていうのは自分の問題。地方に住んでたりとかそのこまで有名じゃない大学だったりとか企業にめちゃくちゃ落ちててもそれが捉え方次第でプラスになるし長期的に見た時にいいストーリーになると思うのでぜひ頑張っていただきたいなっていうふうに思います。そうですね。桜井インターネットって新卒採用もやってます。はい。桜井インターネットで働く魅力ってどこにあると思いますか？3点あると思っていて、はい、まず圧倒的に働きやすいですよね、うん、当社離職率もすごい低いし男性でも育休取る人たくさんいるし働く場所もバラバラなんですよね。副業もやってる人も多いので、働きやすさあってこその仕事だと思うんで、2つ目で言うととはいえですね働きやすいだけだと腐っていっちゃうんでやっぱりチャレンジができる余地が多い。 IT 業界の中でもインフラの業界ってすっごい伸びてますから伸びてる業界こそやっぱりチャンスが多いって思うんですよね。で3つ目が長期雇用だけれども実力主義になってるんですよね。ただ年功序列だけはないんですよね。年功序列にしちゃうとやっぱり若い人がテンション下がるじゃないですか。50代60代の給与を払うために若手の給与を抑えざるを得ないみたいなところがあるんで気をつけないといけないのは年を取るだけで給与が上がっていっちゃうとですね、うん、いつしか転職できない人材になっちゃうんですよね。確かに、はい、桜インターネットいい会社だなって今お話聞いて思いました。下の概要欄に新卒採用の応募フォームも貼ってあるのでよかったら興味のある方エントリーしてみてください。あ、よろしくお願いします、はい、ということで田中さん本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。